キウイ。お前、今俺がどんな気持ちか分かるか？分かんない。即答すんな。分かんないなら考えろ。ごめん。謝ってほしいわけじゃねえんだよ。だって怒ってるから。いつもそうだな。俺が怒ったら反射的に謝って。でもお前本当は分かってねえんだろ。全然分かんないよ。夜空の星とそれを見上げてる人間が同じなわけないだろ。何いきなり宇宙に行ってんだ。だから俺と系は1ミリも交差してないんだよ。同一線上にもないし次元が違うし、だからこそ星は一層輝くんだよ。逆に触れようとか理解しようとかそういうのは全部自分のレベルの星を引きずり落とすってことなんだよ。だから何が言いたいのかっていうと、つまり俺は清居を分かりたくない。